SNS 頼りだけの観光してインスタ人気のお土産買うて幸せそうだがね。ゆるキャラで行きつけるのってもう既視感ありありで薄っぺらいですね。毎度毎度高知の遊びがどんなもんか体験しに来たで。本物の高知がどんなんか見せてもらうだがね。国内最強の遊びの達人たちが高知に集結。ネイチャーの先で高知ってどんなんだぎゃ。博学の城高知って行けてんの。食い倒れどころ高知ってなんぼのもん。遊びを知り尽くした遊びのプロが一刀両断。疲れた大人なんかに分かるわけないやろ。お龍馬の休日。なんか微妙やわ。謝っとんで。大丈夫だがね、コーチって。ちょっと足を伸ばして遠出してみましょう。結果じゃちょっと遠いだがね。2006年に廃校になった小学校を水族館にしたみたいですね。そういう再利用って全国の自治体がよく考える手法だがね。プールには可愛い魚。やーサメや。ハンマーヘッドシャークの仲間、シロシモクザメですね。学校中に魚がいるとは。ザッツクール。メラカの学校やない、魚の学校や。ちょっと遠いけど子供を消しそう。えれ、今褒めてへん。珍しいやん。そ、空耳だぎゃ。次次。ふう、危なかっただがね。それにしても日本全国の自然を見てきたけど、山と川は正直どこも同じだがね。おーい、この川めっちゃブルーやで。ブルーってどこの川も一緒。ここも綺麗ですが、上流に行けばもっと透明度が高いそうです。仁淀川すごいですね。お、珍しく興奮してるやん。べ、別に。あ、川に牛がおるだがね。川に牛ってほんまや。うまんだそれ、赤牛ぜよ。え、土佐の料理番長一郎。高知の赤牛はこじゃんとうまいき。高知ってカツオだけかと思ってた。ほれほれ、赤牛で作ったダムカレー焼き。見せかけには騙されんだがね。東京の兄さん、負け負けいっぱい。ダムカレーが今わしの胃袋に美味しく流れとるで。全部飲み干してから焼き。これが変態ですね。そうだけじゃないだがね、コーチは。負け負けいっぱい。おっとっとっと、小腹減ったわ。もう、さすが食い倒れの五郎だがね。邪魔するね。寺焼き、なんか子供受けせん食いもんだがね。お好み焼きの薄っぺらい感じやからペラ焼きな。大阪に結構もらってる。ペラペラやん、うまい。ペラペラ喋っとらんで黙って待っとき。はい。おいしい。これが土佐清水のソウルフード、ペラ焼きですね。うそ、ペラペラしとらん。ペラペラだがね。うそやろ。ほんまや、ええ焼きしとるわ。ごっちゃんでした。はよ。ペラ焼きの次や、わら焼きや、焼きまくり焼き。あの手さばき、もう地元の人にしか見えませんね。だるま夕日、冬だけの期間限定の夕日。高知って調べれば調べるほど奥が深いですね。というより、調べても体験しないとわからんがね。確かに、SNS だけじゃ高知の遊び場は分かりませんね。やっぱ高知来てこその高知やわ。うちらはもうあんたの息子、小龍馬や。小龍馬？あ、遊びのプロも認めたよ。小龍馬。